こんにちは。はい。最近ですね、えー。自分の年齢的なアドバンテージを生かして、えー、発言に際して、えー、かなりギリギリを攻めております。はい、えー。そんなギリギリを攻める男、早際もギリギリだったのが、ちょっと前に出てきた、ギリオこと二宮翔平です。はい。 ということで、これ一回超えるとね、バッサバサ、ん、ッサさサさっちゃうんだよね、これせっかくこうなでつけてもね。はい。えっ、ー、と、今日の、今日の話題はですね、あ、そう、今日の話題に入る前に、あの、僕ね、先日、 全然、全然違う人なんですけども、あの、古い友達にすっかりそっくりな人を見かけちゃってですね、はあ、もしかしてそうかなと思ってで、久しぶりに、まあ、あの、メールをしてみたんですけども、まあ、あの、見事に全然違うというですね、ことが判明いたしまして、えー、非常にこう恥ずかしい思いをしたんですけれども、はい、どうですかはい、元気でしたかはい。えー、この動画を見てるかどうかは知らないけど。えー、で、えー、っとですね、 まあいや、そんなことはと、どうでもいいとして。えっ、ー、と、メールいただいております。はい。ありがとうございます。はい。えっ、ー、とね、若い男の子のようなんですけども、えっ、ー、と、まあ、バイクの整備がね、まあ、できるようになりたいと、ね。で、バイク屋さんに頼んでも、なんかこう、なんとなくのぼんやりのことしか教えてくれなくて、えー、ちゃんと教えてくれないと。 これはお金の問題なのかと。整備費、工賃、プラスアルファ払えば、整備って教えてくれるもんなのかと。ね。ど,どうしたらいいんだと。まあ、とにかく、その、僕は勉強したいんだとこういう子が、メール、メール来てたんですけども、はい。えっ、ー、と、これについてですね、はい、答えていこうと思うんですけど、多分ね、その、なんとなくで教えてる なんとなくとしか教えてくんないって言ってるんですけど、多分ね、教えてる側は、ちゃんと教えてるつもりだと思いますよ、それ。それ、あの、っていうのは、別にその、質問してきた本人さんに理解力がないとか、そういう話じゃなくて、これね、その、勉強してどうにかなるものと、経験から推測するところと、 あってですね。で、故障の修理の場合は、ほとんど経験なんですよ。で、点検からの整備とか、定期的な部品交換っていうのは、あの、お、教わってできることなんですね。例えば、オイル交換とか、ね、あの、ブレーキパッド交換とか、あの、グリースアップしたりとか、 なんかパッキン変えたりとかっていうのは教えられる話なんですよ。で、その経験から推測するものっていうのは、これね、ちょっと言葉にできないものがね、多いんですよね。その例えば僕もたまにね、キャブのモノマネをするじゃないですか。まずね、キャブって人じゃないんですよ。 人じゃないもののモノマネをしている僕っていうのもかなりおかしいやつなんですよね。でも、言えてみればそういう感覚なんですよ。わかります例えば、キャブ、キャブのね、その吸気音のところに耳をね、傾けて、傾けてもらって、その音が、吹けるときに、エンジン吹かすときにシ、シューッ、シューッだったら、あのー、年長ちゃんと取れてて、 シュッ,シュッ,シュッとかだったら薄くてとか <laughs> でもシュッシュッだったら大丈夫とかシュッシュッだったらあまあ、ちょっと濃いかなとかこれね実際嫌ってほどその音を聞いてきた人だったらあすげえわかるって言われると思うんですけど そうじゃない人にとってみては、僕、ただの面白いおじさんなんですよ。ほんと、なんとなくしかねない。じゃあ、濃いときどうしたらいいの薄いときどうしたらいいのっていうのも、いや、いや、これ燃料濃い、濃いは濃いけど、ちょっとメインジェットっぽくないよね。スプリングっぽいよね。じゃあスプリング柔らかくしてみようか、硬くしてみようか、とか。これ燃料、うーん。 濃いは濃いけど、これはスローじゃなくてメインジェットの方じゃないかなとか、なんか、そういうのっていうのはね、もう本当ね、伝えられない。うん。まあ、こんな、こんな技術をね、こんなフィーリングを、もう、あの、ね、使うような時代でもないんですけど、例えばそういうことなんですよね。あとはね、な、 どの辺、どういうの大体でもキャブ車はキャブ関係ですよね。FI 車だと何あの、多分、まあ FI キャブ関係なく、例えばショック調整とかもあるじゃないですか。ね。これもね、またね、答えがないんですよね。で、硬くすればいいかって言えばそうでもないし、柔らかくすればいいかって言ったらそうでもないしっていう、どっち側の発言もできる。うん。あまあブレーキもそうだけど、 ブレーキギュッて握ってみて、その危機を感じてみて、うーん、これちょっとパッと硬いかなーとか、で、じゃあ今何がどうなって硬いって感じたのって、いやー、なんとなくだねつって。それはお金もらっても伝えられない。あのー、内藤さんなんかね、もっとすごいよ。なんか、ボルトの締め具合が硬いとかね、あのバイクに乗ってそういうこと言い出すんですよ。なんか、 その新車だとボルトがねがっちり締まっててもう全体的にそのフレームーとのこのね馴染み感が出てないからその乗り味が硬いとかねなんかもう僕からしたら宇宙語ですよそんな一個一個トルクも測ったらなんでわかるのって思うけどでもね多分その通りなのねうん。 だからね、感覚の話だからね、すっごい難しい。ある程度は、あの、勘が効くけど、でもそれ勘で言っても、当たるも八家だから当たってないかもしれないんですよ。それ。やってみたらダメだった、全然違った、はははははってのがありますよ。そしたらまたやり直しだよね。で、それを繰り返していくことによって、その射手の、その症状については、 ある程度分かるようになるんですよ。じゃあ、それバイクが変わったらどうなるかって、また一からやり直しなんですね。で、そういう経験っていうのは、もうね、あんまりこう僕ね、積みたくないんですよ。なんでかって。赤字になるんだよね。そういう経験って。一発で決めないと、赤字なんですよ、それ。もう。だって、そうやってその失敗したりとか、やってダメだった分の費用って出ないから、請求できないんですよ。 うん、もし在庫車両でそんなことやってたら、その分どん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 もう、あの、経費になってか、やりたくないのね。だから、あの、もし、どうしてもその、勉強したい。ね、それでもやりたいって言うんだったら、正直人から教えてもらうっていうことは、まあ、ある程度諦めた方がいいと思う。で、あのー、まずその人はね、ちゃんと知ってるかどうかも知らないしね。で、 自分はこのバイクについて全部知るんだってのを決めたら、それのサービスマニュアルを買ってください。僕がおすすめするのは、もう、株系ですね。あと、あの、歌舞やエイプ系のバイクですね。モンキーとかもそうですけども、ああいうバイクの、その、書籍っていっぱい出てるんで、僕がね、駆け出しの頃、その、 お世話になったのが、北子の虎の巻ってやつですね。あれはすごく、あれね、安いんだよ。500円とか1000円とかそので、あの、ちょっとしたコツまで分かりやすく書いてあって、あれはね、あの、ものすごくいい勉強になりました。で、それ、その虎の巻を見ながら勉強したり、で、あとはその株系だったらパーツとかも多いし、エンジンの世界とかも、あの、下手したらね、エンジン5000円とかから売ってるから、 ヤフオクとかでね、いくらでもパーツ手に入るしで、サービスマニュアルもね、そんなに厚くないので、こんなもんだから、最初から最後まで全部読んだとしてもですね、そんなに難解なものではないです。だから、例えば株系のエンジンで、例えばカーブね、リトルカーブとかね、その安いから、これ俺は全部知るんだとね、ね極めるんだ。で、もうバラしてないところまで、もうバラ,すバラしてないところはないぞっていうところまでやる。 で全部分解しても組み立てられる。でこの部品何々って見たらすぐ分かるっていうところまで来たらあの、それは結構なレベルです。はい。それは結構なレベルです。あれは基本的なエンジンなので、そのものが変わっても、ほとんどのシングルのエンジンだったら勘が効くようになってきます。勘が効くようになったこの瞬間が何か習得したもので、それ教えてくれって言われても多分教えられない。 教えられないっていうのはもったいないとかじゃなくて言葉にならない、ね。で、標準状態、ノーマル状態でそれができるようになってから、今度はいじってみるんですよ。ボアをアップしてみたりとか、キャブを大きくしてみたりとかして、どういうふうに不具合が出てくるのか。不具合しか出ないですよ。カスタムって、まず。不具合しか出ない。どういう不具合が出てくるのかっていうのを見て、その不具合を直すにはどうしたらいいのかっていうのを今度理屈で考えるんですよ。 で、そこでちゃ、そこで理屈で考えて、そこで理屈で考えられるかどうかっていうのは基礎的な内燃期間みたいなの,の勉強がしっかりできてないとできない。そこでまた一つ壁が出てくるわけですね。はい。で、まあ、こういうのが、あの、要するに、まあ、実務経験っていうのかな。ね。あの、これ、整備士とかの教科書とかには絶対載ってない話です。はい。 あの、だから、ね、えー、整備士の資格を取ればできるようになるのかって、できるようになりません。はい。資格取るだけ誰でもできます。はい。もう、取ったからって整備できるようにな,ならないですね。はい。なので、まあ、あの、まあ、取ることはね、別に止めはしないんですけど、おすすめは、止めはしないんですけども、あの、ね、やったからでできるようなわけじゃないんで、まあ、それと、並行してね、 えー、自分で経験していくっていうのがまあ大事なんじゃないのかなというふうにいい思います。あとはまあやっぱトラブル例っていうのを数多く知ることですね。まあ、自分でやってみるのもいいんですけども、本とか、ね、ネットとかにいろいろ書いてあるんで,で、自分で試行錯誤してある程度できるようになりましたと,というところで人に聞くんですよ。ね で、そうす、そんで、その人でに聞いたときに帰ってきた答えが自分がその紡ぎ出した答えと同じであれば OK なんです。はい。ね。教えてもらうっていうのはもうそれぐらいしかできない。確認に使うっていうのかな。うん それぐらいしかできないんですよ。よくね、ビジネス書を読むとビジネスマンになれるわけじゃないじゃないですか。ないんですねで。仕事できない人はね、すぐじ自己啓発系のビジネス本を読みたがるんですけど、まあ読んでもいいよ、別にね。あ、こんなことあるんだって知れるけど、読んだからってビジネスできるようにならないですね。はい。自分、あ基礎知識は必要ですけど、自分である程度できるように、やってみて試行錯誤して、こうかな、こうかな、こうじゃないのかなってのをやった後に読んでみると、あ、俺正しかったなって確認できます。 逆に、あ、この本これ間違ってんなっていうのもわかる。うん。だから経験っていうのは、あの、学,学べない。勘もやっぱね、学べないな、というふうに、まあ、僕はあ、思いますね。はい。うん。まあ、例えばの話すると、この間、あの、サンスターさんのですね、ツイッターで、スプロケットどう選ぶっていうのがあったんですけども、 あの、スプロケットって、あのー、あれですよ。あのー、ギザギザね。タイヤについてるギザギザね。あれの選び方。いや、選ぶって別にね、なんか、あれ部品だから選ぶ幅なんかないんじゃないのって普通思うと思うんですけども。あのー、ステンレスと、あと、鋼と、ジュラルミンってあるんですよ。の3種類があって、で、 結構、皆さんね、あの、ジュラルミンを選んで、交換する人って本当に多いです。まあ、車輪のね、車重、荷重が変わってくるので、その分ね、レスポンスは良くなるだろうっていうことなんですけども。まあ、僕から言わしてみれば、よっぽどの理由がない限り、アルミをね、駆動系にするっていうのはやめた方がいいと思ってて。いや、標準でね、SS とかでアルミがついてるやつはアルミにすればいいと思いますよ。でも、標準で鉄がついてるやつは鉄がいいと思うんですよ。 これ寿命が関係してくるんですね、えー。ジュラルミンのスプロケットって、あの、1万キロから2万キロとかそういう寿命なんですよ。これ書いてあります。はい。で、逆にあの、鉄、ステンレスっていうのは下手するとですね、4万キロぐらい持つんですね。まあ、あの、やり方、乗り方によると思うんですけど、まあ、3、4万キロ持ってく要は、あの、ジュラルミンの倍のライフがあります。はい。で、じゃあ、それがそんなに走りに影響するかって言ったらほとんどない。 です。だから、耐久性の部分を考えてみるとお、ね、ね、鉄系の方がいいんじゃないかなって僕は思うし、あとあの、要は、ジュラルミン系、ライフが短いってなると、摩耗が多いっていうわけですね。摩耗が多いっていうと、どういうことかっていうとですね、要はその、定期的に洗ってやんないと、あの、削れた、あの、ネチョネチョがどん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 溜まって汚くなるっていう話なんですよ。 ね。なので、あのー、それも考えるとですね。まあ僕は鉄でいいかな。アルミの削れた汚れって黒いんですよ。だからね、すごい汚れますよ。ね。だから、あのー、例えばそういうのも、えー、経験しないとわかんないじゃないですか。じゃあアルミと鉄のそのフィーリングの違いってどんな感じっていうのも、 あの、勘が鋭い人が経験すれば説明できるかもしれないけれども、そうじゃないとやっぱ説明はちょっと難しいかなというのもあ,、まあ、ありますよね。はい。まあそういうのが積み重なってですね、えー、技術になっていくっていうのと、あとバイクのこういう技術ってあんま金になんないのね。金に、金にしづらいんですよ。 はい。だから、まあ、あのー、そうしたことっていうのは趣味程度に留めておいた方があよろしいのではないかと僕は思っております。まあ、散々僕も勉強したし、今もね、勉強してるけれどもね、あのー、困るのがね、新しい技術がどんどん出ては消えていくじゃないですか。 で、その新しい技術や新しい方式っていうのをまず学ぶ場がないしね、自分で買ってきて分解したりとかして調べるしかないんですけども、それでもね、あの、調べられる部分と調べられない部分があるんですよ。例えばソフトウェアなところとかね、電子的なところとかね、そうなんですけども、そういうのね、もう正直ついていくの無理だから、わかんないもんだってとこも教えてくんないからね。だからそういうところにまあ僕はちょっとこだわらない、まあこだわりたいんだけど、こだわると趣味になっちゃうから。 あの、ある程度のところでこう、とどめて、えー、他の知識をこう、吸収するために時間を使ったりっていうふうな、あの、生き方をしてますね。はい。ちょっと話が脱線しましたけども、えー、そんな感じです。まずはね、サービスマニュアルと、自分が学びたいバイクっていうのにターゲットを定めてみてください。えー、そんなわけで、えー、いかがでしょうか。はい。ためになれば幸いでございます。はい。 ちょっとね、最近僕寝不足で一日ね4時間ぐらいしか寝てないんですよ。もう3日ぐらい経つけども。うん。何かっていうとね、あの、アンブレラアカデミーが面白すぎてね、ね、見ちゃうんだよね、仕事終わってからね。もう、やばいわ。第2部始まってやばいわ。はい、今日も見ます。はい。お疲れ様でした。